四国コンピラ歌舞伎大芝居五年ぶりの開催に、松本幸四郎、春の琴平町に旅に行きませんか。第37回四国コンピラ歌舞伎大芝居制作発表記者会見が、本日2月20日に東京都内で行われた。1985年に初演された四国コンピラ歌舞伎大芝居は、1835年に建築された日本最古の本格的芝居小屋、香川九花ねびら大芝居、 に行われている工業2020年に予定されていた第36回が新型コロナウイルスの影響で中止になったため四国コンピラ歌舞伎大芝居が実施されるのは2019年以来のこと2021年には耐震補強工事が行われたため今回は令和の大改修を知としと監視を行われる制作発表記者会見には出演者の松本幸四郎中村寂衛門 中村元次郎、そして金丸座が立つ琴平町の片岡秀樹町長、琴平宮の金陵康弘宮司、松竹の山根茂幸副社長演劇本部長が出席。片岡町長は、長らくをまたいたしました。琴平町にようやく春がやってきます。5年ぶりに復活、そして開催できることに感謝申し上げます、と言葉に思いをにじませる。琴陵宮司は、歌舞伎好きの町長さんに、 一緒に記者会見に出ないかと誘われてやってきた、歌舞伎大好きな宮司でございます。笑い。私は幼稚園に通っていた頃から、歌舞伎を見て育ってきました。5年ぶりに開催できることをありがたく思いますと、自己紹介を交えながら開催への喜びをあらわにした。